私たち、ここから出られるんでしょうか。心配しないで。君は僕が守るよ。ありがとうございます。羽城川決壊を受け、市は災害対策本部を設置。また、下水の流出による衛生面の悪化が懸念されています。見てください、あそこ。
大丈夫？君のためなら、僕はどこへだって駆けつけるよ。ありがとうございます。
おお、君たち無事だったのか。心配していたんだよ。本当によかった。ん？こいつは邪魔だな。おい、誰か来てくれ。どうした？どうするんだこれから。他に階段とかないのか。おい、あんた知らないか。ダメだ、散々探した。ただここの一番上の階に昇降機があるんだ。そいつを使えば地上に。え、どうやって上の階に。諦めるんじゃない。上に行く方法を探そう。寒くないですか？これ、使ってください。
がとうございます。お嬢さん、よかったわね。頼もしそうなボーイフレンドがいてくれて。いや、あの、そんなんじゃありません。何を照れてるんだ、ハルカ。もう、冗談はやめてください。おやおや、仲が良いこと。おい、誰かこっちに来てくれ。
女性や高齢者の方から順に上がることにしましょう。おい、早くしろ。俺が次だからな。何を言ってるんだ。次は私だ。皆さん落ち着いてください。藤宮さん、しっかり。はい。さあ、行こう。おい、大丈夫か？動かない。なんだと？動かないってどういうことだ？これはまずいぞ。水の勢いに。止まった。おい、ここからよじ登れそうだぞ。何？おい、行っとけ。頑張ってください。もう少しですよ。ちょっと待ってて、僕が先に行って引っ張り上げるよ。ありがとうね。ありがとうございます。助かりました。
やっと出られた。どうするんだ。そうだな、とりあえず。おい、あれを見ろ。番組の途中ですが、緊急放送をお送りいたします。羽城川決壊の続報です。今後もこの豪雨は続くとみられ、増水による被害の拡大が懸念されています。被害は富坂市西部を中心に広がっており、濁流による建物の倒壊が頻発しております。羽城川より西側の地域では緊急避難命令が発令され、住民の避難が始まっています。また避難中の事故により以下の方が危篤状態に置かれています。遠野真知子さん、小林昭夫さん、浦沢涼子さん、片桐芳恵さん、この方たちは現在椿ケアセンターにて緊急治療を受けております。次のニュースです。警察庁より市民の方へ警戒を呼びかけるお知らせが届いております。韮沢区韮沢署付近の陥没事故に乗じて殺人事件の容疑者が逃亡中とのことです。身長は160センチ、手錠をはめておりピンクのセーターを着用。私のせいで逃げ遅れたんだ。え？殺人犯と知り合いなのかい？違います。椿ケアセンターで治療を受けている人の中に。心配だね。会いに行きたいのかね。自分でもよくわからないです。そんなに気になるならとりあえず椿ケアセンターを目指してみよう。ここに留まっていても危ないのは一緒だしね。ここにいても仕方ない。とりあえず駅に行ってみるか。駅は北の方ですよ。行きましょう。
ちょっとよろしいですか。すいません、こんな時に。ニラそば署のものですが。この女性見かけませんでしたか。非常に凶悪な殺人犯でしてね、この辺りに潜んでるはずなんですが。あの、そこの車の陰に。完璧になっちゃダメだよ。こういう時はなるべくいい方に考えて、気持ちをしっかりとしとかないと。篠原さん、そうですね、こんな弱気じゃダメですよね。でも篠原さんが一緒にいてくれて、私すごく心強いです。